そう3時間からやりましょう。3時間もできる。3時間じゃあ俺も喋る暇ありますね。ありますあります。2人と出ると喋れないんですよ僕ここ喋らせてくれないって微妙なところにふって入ってこないとパンパンって上原さん最近入ってくるよ。待ってたらダメなんですね。待ってたらそうそうそう違いますのも奪われますよ俺喋ってても被せるからそこの隙間にジャブ入れていくから始まる弱いジャブ、ね、だからこれ持ってるって一応シードですよ。シード ありがとうございます。これ喋ることが一個あるって現在のことです大してないし今日俺だけラッキーカラーの赤なんですけど。おーい赤こっちだけ本当ですね。はい最後数曜中がなびら今今ここうがなびらはい今が始まりました。皆さんはやりたいことやってますか出た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 もういきなりことからですか徳さんは何やったんですか。庄屋もう一発目から来たぜ。明けましてインサートみたいなあとめでたいことに前までミキサーの服部くんが、正月に童貞してたので今日から半蔵くんになりましたので船下ろし船下ろしおめでとうございます、今日から半蔵くんもしくは半蔵と呼んでください。かっこよくないですか半蔵って。半蔵かっこいいね。かっこいい麻薬で眠らした飛躍で飛躍で徳さん一応いじるのは予定してないからあんまいじったら困るはず今日ゲスト紹介とかやってみます。あやりましょうか。じゃあまず徳さん隣からじゃあ上原さんからはい上原さん正面持ってきてね10秒ね10秒10秒10秒数でもレギュラー化かし レギュラー化してる上原です次の時間そのままでしょだからよ、はい、もう、はい、いきなり噛み寄ったよよろしくです。はい、上原さん、はい。はい、はい、あきらさん、ま。回しましょう、学習。はい、はい、はい。ピンちゃん、これ、握手回すわけ、こうやって。そうそうそう。おぉ、はい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 。ブランディの谷村明といいます。よろしくお願いします。お願いします。はい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 。ブラン、ブランディ。ブランディの。はい、プラン D ですね。ブランディの。はい、プラン、プランです。計画。ブラン D ですね。プラン、ブランね。ブランディね、お気持ち。イニシャル D。そうです、イニシャル D。イニシャル D。ブランディってどんな。ブランディって聞こえたよね。ブランディね。ブランディの谷村明さんね。はいはい。ブランディ。あいつ、どんなお仕事かだけちょっと言っときましょうよ。大体撮影、編集をしています。映像等々やってますね。もう映像の仕事って言った方が分かりやすいですかね。そうですね。あ、なるほどね。やらさせていただきます。AV専門。もうちょ現場一回入っていいですか。全然もう答えたもん。AV はそんな卑猥なじゃない意味じゃないです。あ、どういう意味ですか AV って。アクティブビクトリーの意味です。あ、かっこいい。アクティブビクトリーの意味です。かっこいい。もうもう曇ってるよ、ここさ。早くないですか。途中これ曇り止め。はいじゃあミスターみっちゃんじゃあちょっと、はい、みっちゃんあの正面から入れてねこれ横から拾わなくて。あこっちですよね。そう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 。ああテステステ。あ違う横からでも硬さの問題ですよ。硬ければ横からでも入るって。何の話よ。何の話よ。硬さの問題だから横からでも入りますよ。やったことある。柔らかかったらまっすぐれば入りますかね。柔らかい柔らかい人はもう綺麗に正中線狙っていかないといけないけど。ミスターみっちゃんです。ご次元でーす。明日からラジオやりますんでよろしくお願いしますね。みっちゃんのラジオやるんですか。そうですね。明日12時からですね。どこ深夜深夜。いやいや昼です。おかしいでしょ。なんでよや。いやなんかなんとなく勝手にエロいやつやるのかなと思った。あ徳さん本当に。ご次元セックスみたいな。5次元セックスもうまだ始まって3分ですよ本当に熱いこれオッケーなんですよそんなのも湿気がそうそうこれクーラーついてるかな半蔵湿気が17度にして強くして見た汗汗いっぱい回しても脱いでいいよサウナかサウナかみたいな感じだよそうああ徳さん一応おかげさまで、はい、もう私は王もに2半ずりあすごいねあれあ何おかげさま皆様のおかげ印刷っていうのなんていうんですか 2回目吸ってるっていうなんていうのあ再犯第2犯をねもうやる前科2犯ね前科2犯は罪重いよもう一応私は王の著者ミスターみっちゃんね、はい、ミスターみっちゃん辻で正月早々私は王喋らせて俺にも喋らせてさあみっちゃんちょっとあの 2冊目の予告だけちょっとしててください2冊目の予告って今書いてる2冊目まさに中ねはい、はい、2冊目は面白いですよこれもう徳さんがねぶっ飛びますね本当に何ですか目に集中して書いてます。目テーマ目にしたそうです。目誰も書いたことないこの本。もうやばいね。紙を感じる光を感じるね。100%目。目。
目の話を今セダネの夏連れてきた人ですよね。あ、なんで五次元だめみたいな、あんな感じ そんな感じ、あんな感じ。これ知り合い以外置いてけぼりだね。このラジオ知り合いみんな置いてけぼりだよ。知り合い以外はもうないないない、もう人生はもうマラソンだから。ラジオもへこたれるやつは来ないでいい。来ないでいい。すごいすごい。じゃあ中村さんちょっとお願いします、はい、中村さん正面ね、はい、プランディの中村八重乃と言います。よろしくお願いいたします。はいはい。中村さん主にこのプランディのどの部分担当してます？同じなんですけれども、編集と映像を撮影する。スナイパーですよ、スナイパー。あ、じゃあ特になんかその仕事で分担とかがあるわけ、音声とか分かれてるわけで、もうみんな全員できるわけですね、その一通り。そうですね、はい。僕最初見た時にゴルゴだなと思いました。中村さんゴルゴ、もともと自衛隊だから。えっ、マジで？あ、自衛隊ですよ、僕も。あ、そうだ、みっちゃんもだ、すげえ自衛隊つながり。第54警戒軍ですね。あ、そうなんですか。わかるんだ。伝わったの今の。いや、わかんないですよ。わかんないんかい。え、待って、なんか本当に自衛隊だったの？はい、女初、はい、沖縄の女性初。沖縄の、普通科っていう。普通科、普通科ってあるんだ。普通科っていう機械科とかもありました？機械科はないです、沖縄に。はい。え、普通科、自衛隊の普通科ってこと？多分男女一緒って意味ですか？その普通ではない。普通科っていうのは普通の、高校ですね。はい、高校か。そういうツッコミ大事ですよ。分かりやすいと、はい、上原さんが入ってこないの、この位置だ、この位置、ほら。この位置で今、タイミング見て、今休んでた。休んでた。真ん中に抜けておきます。ただ、入る、入んね、まあ、そう、こう、ぐっとこう入る感じでね、大丈夫、あの、明さんも。何ですか、普通科が、普通科が何、その続きを、自衛隊。普通科は、例えて言うと、簡単に言うと、歩兵。歩兵団ってこと？歩兵って。っていうか、兵隊ってことですよ。ですよね。前線、まあ、日本語で兵隊って言ったらダメかもしれないので、ソルジャーって言ってきました。ソルジャー。ソルジャーですよ、ソルジャー。要は前線ってことでしょ、前線のソルジャーってことです。そうそうそう、普通科っていうのは、戦闘部隊。要は看護とかじゃないんですよ。姫入りの塔ではないんですよ。銃持ってる方ですよ。でよね。うん、いや、もろ、要は戦闘員ってことでしょ？陸上ですか。陸上です。すげえ。え、中村さんがね、沖縄の女性初ってこと？女性。普通科ですよ。での、初の。すげえ、パイオニアじゃないですか。もともと女性はいらっしゃるんですけど、普通科は。後方支援みたいな感じ、普通は。無線係みたいなイメージ。だけど中村さんももう、じゃなくて、前に。置いてきぼりされました。置いてからなんだ。でもみっちゃん先生もね、自衛隊だと。どこで、みっちゃん、なんなん、あまちゃんなんです、僕、航空自衛隊で、こういう部屋の中でデスクワークレーダー見るみたいなイメージ。なんでしょ、なんか無線機の整備です、ね、さっき何て言いましたっけ、なんか自衛隊の陰部って言いましたっけ、何て言いましたっけ、陰部て言いましたっけ、さっき何暗部でした、陰部違いますよ。何て言いましたっけ？何も言ってないですよ、僕。自衛隊のなんとか部って言わんかったんですよ、さっき。74式部なの。54警戒軍。あ、警戒軍だ、ごめん。全然違う。全然違う。久米島ですね、久米島。無理やり下に持って。いや、暗部って聞こえたけど、暗部だったか陰部だったか、警戒軍ね。今のは結構正月早々狙ってきた。そんな、また、正月早々。また女村の話から始まる。そうそう、あれやばい、デジ盛り上がったよね。うん、女村のね、ビーチね、インブビーチね、オンザインブビーチ。まあ、置いといて。え、警戒軍ってどういうことですか？その、だから、警戒するレーダーで警戒するから。警戒するから。で、そこで偉いのレーダーを見る人なんですけど、もう無線の補修ですよ、僕です。補修。で、この無線が壊れると、こう、通信ができなくなるんで、怒られるわけですね、僕たちが。怒られるほど。じゃあ怒られるっていうか危ないじゃないですか。ね、ミサイル飛んできたらね。そう、だからもう機械がいっぱいあって、もういくらでもバックアップできるようにする。ああ、その訓練ですね。大変ですね。ああ、すげえ。またよくならない。もう飛んできたら、いや、ちょんばい、一応もう、ちょんばい、ちょんばい、ちょんばい、プスプスプスみたいな。飛んできたら危ないです。はんちゃんちゃん、ちょんばい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 、みたいな。プスプスプスみたいな。デージャブだよ。
そうね。うまいね。なんか本当にねんか聞こえるし、なんかちょっと待って、チャンネル読めちゃうまや。なんだ。ちょっと待って、わーみたいなね。なんか意味も伝わるし。雰囲気大事だね。一応それを守ってたってことですよね。守ってたんですかね。まあ、今何もないから。うん、まあまあね。うん、え、何年お互い何年やりました自衛隊は。私は7。7年。7年。7年もいたんだ。7年って言ったらもう今僕もう戦ったら負ける自信ある、ね、すぐこのカキみたいな、ね、まあまあね、カキみたいなね、ニブラニブラニブラみたいな、ね、え、みっちゃん何年？僕5年です。あ、5年。あ、まあまあでもちょっと近いね。あ、みっちゃんもじゃあ結構やりますね。いや、もう昔の話ですよ。もう25年ハッシャッシェー経絡飛行だ。あ、安倍氏ですね。やりそうですね。安倍氏。それがみたいな、ね、これランボー。ランボーあったね。あ、ランボー。あ、安倍氏どれぐらい安倍氏わからない人、わからない人いる？安倍氏。はたた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 た。あちゃ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 。あんたぎ。さあたんだぎ。違う。それ違う。違うのかまだった。いたの本当に安倍氏って。いやいや。あ、え、ヒデブーですよ。ヒデブー。あ、ヒデブー。わからない人いるんだ。あきらさんもわからない。わかります。わかるよね。小屋さんも余裕で知ってるよね。あの、ぼやっと。え、ぼやぼや。いや、ラオウしか知らないですよ。ラオウはもう北斗の拳ですよ。だから北斗の拳はラオウ。安倍氏とか、ヒデブとかはもうこれ、あの、最重要試験に出る500の単語のうちの一つ。ねえ、最重要単語だよね。最重要単語。そう安倍氏とヒデブは。試験受けない。ヒデブはして、ヒデブはして、ヒデブは。ヒデブは。どのぐらいすごいかって言ったら、ジョジョの無駄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 。あれぐらい、あれぐらい。あのレベル。あのレベル無駄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 。半蔵知ってる安倍氏。知ってた。僕もうっすらです。あ、うっすらか。あ、でもちょっとなんとなく分かるんだ。じゃないってのは分かります。安倍氏、秀部は北斗の拳ってのは知ってるわけ。はいはい。あの、じゃあこれぐらいまで分かった。んちゃぐらいだよ。あられちゃんです。あられちゃんは分かる。懐かしい。ペンギンムハ。うんちゃのりまき先生でしたよ、うん、あ、じゃあ荒牧せんべい、違う、のりまきせんべい、のりまきせんべいか。あ、そうそう、ドラゴンボールの影に隠れてますね。そう、でもあれめっちゃ面白いです、本当に読んでも、うん、今読んでも、うん、ちょドラゴンボールはげははなんていうか人気がありすぎてありすぎて、あれでも相当の人気あるのにドラゴンボールが人気ありすぎて、もうズバ抜けすぎてから。でもあられちゃん結構人気あったんじゃない？あったあったあった、ありました。でもあれをさらにもう10倍ぶち抜いたのがドラゴンボールなんだよ。そう、仕方がないですよね。長かったもんね、あれね。一回ちょっとだけ5作ぐらいで終わったやつがあるんですよ、あられちゃんの次に。へ、売れなくて、売れなかったのありましたよね。え、鳥山明失敗してるんですよ、一回。あ、そうなんだ。ドラゴンボールの前です。ドラゴンボールの前に失敗してる。なんで、ジョジョの奇妙な冒険も馬王で失敗しましたよね。馬王は超面白いですよ。馬王。馬王は、もう馬王デイジ好き。あ、もしかして正月早々馬王したんですか？馬王。夜から子供寝たぜ、馬王。やばい、これ、これ今後使っていきましょうね。お前今年馬王したって。馬王、馬王した。馬王は、馬王した人います？あ、何よ、バオを教えてもらわない。バオって何？バオって。あの、彼女募集中ですよ。そうそう。いや、徳内さんの、徳内さん全部もうメタファーというか、もうあの、例えてるから、要はもうセックスですよ、セックス。セックスのこと。奥さんとセックスを。大体何か言ってるなと思ったら、エロ系で。あ、なるほど、ね。今年バオしたって、なんか。今年バオしたとか。いい言葉ですね。いい言葉。今年バオしたって、うん。うん。やりそうになったら、ゴゴ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 ゴみたいな。ゴゴゴゴゴゴゴ、やばい、本当に分からん人置き去りだね。いや、面白い。徳地さん、ジョジョ読むんだ、読んでたんだ、知ってるんだ。ジョジョはもう一番大好き。ああ、すごい。うん、うん、いや、一応あの徳地さん、一応あれ宣伝ちょっと震えるぞビートもう本当にオタク勝手にやっとくじゃない、もうね。もう、もう、あきらさん、ちょっとこれ宣伝お願いします。徳地さんもね、これ何なの、人絡みしてるでしょ。はい、いいですかこれ。はい、はい、あ、マイク誰かサポートしてあげて。ああ、はいはいはい、すいません。2016年1月18日の月曜日なんですけど今日は1月8日だよ。そうですね、10日後になりますね。10日後です。はい、浦添市の手だこ大ホールで、1時からやらさせていただくんですけど、芸術能というのをやらさせていただきます。おー、アートブレインみたいな意味ですかね。うそうですね、アートブレインみたいな意味ですかね。実は僕ちょっと実行委員会ではないので詳しいことはちょっと実行委員会さんの方に
聞いていただくとありがたいんですが、だけどここで中牧年さんが来ますよ。そうなんですよ。 あと茂木健一郎先生がですね実は来る。年牧年みたいな。徳さんちょっとその人、牧年さんちょっと説明してもらって、どういうことですか。牧年さんってあの版画のあれ、牧年さんは有名じゃないですか。マジっすか。版画のアメリカンビレッジに、ね、有名ですよ。中牧年さん版画の、まあ、手が大きいんですよ。手が大きいプシュッシュッって、あの二刀流あの版画、これちょっとあの別の例で凄さをちょっと徳志さん教えてもらっていいですか。凄さで言ったら金城二郎ぐらいじゃないですか。おお、やばいじゃないですか。すごいって誰よ。だから金城あ、そっか、またそれを例えが必要だね。いや、俺は金城二郎は坪屋焼きで人間国宝になった人ですよ。そうなんですか。あ、失礼しました。すみません。でも失礼しました。あ、本当に有名な人だったんだね。そう今ギャグじゃなかった、ね、結構ちゃんとストライクゾーンに投げてます。今のでも今このパターンもいいね。でもね、全然いいと思います。で一応結構消える魔球みたいな感じだった。そうあの結構分かってそうで分からないんですよ。近所あの月じゃないんですよね、坪屋焼きとか。好きじゃない、僕ですか。興味がなかったら見えないじゃん、はい、スコトーマじゃないですか。そうですね。じゃあのちょっとあの沖縄の歴史にちょっと出てくるんですよ。もう国宝なんで。国宝、人間国宝だからすごいんですよ。すごい人なんですね、うん、勉強しときます。すごいです。だから中牧年さんもそんな感じ。もう版画でそんな感じなんですか。版画でやばいですよ。僕もあの映画出てましたよ、ね、こんなちっちゃい版画1回だけ買ったことあるんですよ、うん、1回だけ48,000円。このサイズが。すげえ。もうこんなの何百万とかじゃないですか。分からないです。大きいの選ぼうとも思わないんで、値段も見る気もしない。すごいですよ。手すごい。握手したらすごいですよ。手本当に、うん、このぐらいありますよ。待って、嘘つけ嘘つけ。ラオーか。メタファー。あの普天間さんの友達いるじゃないですか、手大きい人。ああ、神谷さん。うん、あの神谷さんと同じぐらい。あ、やばいじゃん、やばいね。うん、すごい。俺は神谷さんとかこうやっただけで女が濡れるって言わせる。見せるだけで。ちゃんとね、あの知り合いにグローブみたいな手がいるんね。うん、あれ、やけどが治ってない手ですよね。アランド。アランド。本当に。仕事も大工だしね。やけどが治ってない。あれで寿司握ったらどうなるんですかね。だからね、あれで寿司握ってほしいね。グローブで寿司握ると一緒になるぐらい本当に大きいんですよ。手が。やばいですよ。もう本当に指一本で女がお前はもう行っているみたいな。あれ、日本は入らないですね。あれは厳しいね。やばい、今名言だね。あれは日本は入りませんねって。死に面白いです。入らないって。あれは入らない。2本入れた時点で DV になる。どうだって、やばい、2本入れたら DV って。もう変態ラジオか。このラジオ、中村さん、これがウガナビラですよ。ウガナビラなんですよ。これが今ここウガナビラです。やめてください。正月だから。やばい。でもごめん、ちょっと繰り返してごめんだけど、2本入れたら DV って面白いね。まだ引っ張る。死に受けるさ。2本入れたら DV って。3本入れたら殺人未遂。マジでやばい。もうこれで執行猶予つかない。3本入れた時点で有罪。ねえ、もうあそこから列車しますからね。もう曇ってくる。開始17分にどんだけ下ネタぶっこんばっていうね。うん、デージ飛ばしてないです。だから前回2週間空いてるから。空いてるし、ま、しかも徳さん前回休んだじゃないですか。そうそう、めっちゃ県外出張でね。どうしようかな。うん、結構大変なんですよ、僕今人生めちゃくちゃで。もう忙しすぎて。なるほどね。もう飛ばしてないとやってられない。だって今日も寝てないですからね。寝てない。寝ないでそのまま徳志さんセミナー2連発いきますからね、今日。寝てないのに僕いろんな作業してるの、午前中から、うん、僕の車あるじゃないですか、うん、あれこの前覗いたら折れてたんですよ、車が。車って折れるの。折れるんですよ、車って折れるの。この 4,5 日前走ってたら、うん、やっと修理して走ってたんですよ、うん、したら煙吹いてるから、左から、うん、なんで吹いてるのかなと思って見に行ったら、タイヤがあのフェンダーにかぶって摩擦で燃えてるんですよ、ショックが抜けたのかなと思って、僕の小指一本も入らない、もうギリギリだから、
あの締まりがいいんですよ、まあね、そんなのいいから説明してだから車高が下がって燃えてるんですよ。で家帰ってからなんで燃えてるのかなってタイヤケースこうやって覗いたら、うん、ひびが入ってて折れてた。あ、うん、して修理工の人が飛ばしすぎてあどっちもだ、うん、徳下も飛ばしすぎ、車も飛ばしすぎ、 もう一応あのラジオなんで公表できないですけど、うん、上原さん助手席に乗ったことあるからあ上原さんが怖いですやめてくださいあっちの車ですか、あっちの車、あっちの車、ねえもう相当飛ばしたってこと、もう失神しそうな死にやばい、マジであの音速の向こう側にマジかソニックブームみたいなやっぱもう音がもう真空の音だもうソニックブーム、あの徳さんと寝てないからナチュラルハイだよねこれね噂のナチュラルハイ、汗もすごいから出まくってる、出まくってればエンドルフィン全開出てますよ、うん、まあ今何の話だったんですか、あそうだ本当はまだ途中ですよ、一応あのアキラさん仕上げまでお願いします、誰かが指2本入れた2本はなんとかって言ったからそうですね、マイル券2500円でローソンとですね、あとあのファミリーマートでも購入いただけます、うん、これあの綺麗に映ってるんですか、これどうですかね、画素的にはきついかもしれないですけど、ユースト的にはちょっと見づらいから、あとでちょっとアップして見せましょうか、そうですね、これすごいですよ、このポスターいろんなところで貼ってあるので、あの茂木さんが来るだけでもね、すごい脳科学のこれ芸術能で芸術家とコラボになってるじゃないですか、あと一人の方の名前何ですか、まあ、すごい新田さん、新田さん、うん、なんか、うん、すごい人方みたいですよ、俳優さんであのピンポンとか、は何何あのピンポンってあの久保塚陽介さんと、あピンポンってこのあのイエーイパーンってやるやつ、そうそうそう、あのメガネかけてた方、あー、はい、そうなんだ、じゃあ俳優さんと、はい、本当に芸術家アーティストと、そうですね、脳科学者、脳機能学者、脳科学者、あの脳科学評論家なのか分からないですけども、脳の、そうですね、だから二部構成になっていて、一部は茂木健一郎先生だけが出て、2部目で新田さんと、あとすいません、中僕ねさんね、はい、さんが、はい、お見えになってですね、火を囲んでクロストークをするなんていう、火を囲むって本当に火を囲むってこと、あの火だと思います、ファイヤーだよね、ファイヤーだと思います、ちょっと感情を見る限りそうですね、なんか徳さん、火を囲んだら脳にいいとかなんか話しなかったですか、前やってたよね、ちょっとこれ長くなるので今保留しておきます、なるほどね、じゃあいい話なんだ、いい話なんですよ、そう、火を囲むとなんか原子の脳が目覚めるみたいな、徳さん何でも知ってるから分からんけど、もですね、じゃあちょっとだけいいですか、今自己紹介全員終わりました、あじゃあ徳さん番、じゃあしゃべっていいですか、はい、じゃあ火の話なんですけど、炎のファイヤーの火ですよね、人間は火を道具として使えるじゃないですか、うん、他の動物たちって火から逃げますよね、うん、逃げますよね、だからじゃあ要は結論から言うと、いつセックスするんだって話ですよ結論から言うと、すごいね、結論から言うと、いつ子作りするのって話なんですよ、うん、場をいつ場をするのかって言ったら、昼間やります、昼間やらないね、ここに原始人が住んでたとして、我々の祖先が住んでたとして、ウホウホってやってる時に昼間やらないですよね、うん、パコパコってカリカリとかやらんときやらない、いろいろ仕事とか水汲みとかあるし、うん、ね、子供寝かさないといけないし、うん、で7時8時ぐらい日が落ちたらやりたくなりますよね、うんうんうん、だけど危ないじゃないですか、他の動物に狙われて、うんうんうん、危ないから他の動物に襲われないように火たくしかないじゃないですか、火、うん、たきながらこの火の近くでやってれば大丈夫ですよね、火、うん、の近くでやってるから本能的に火が出るとやっていいって思うんですよ、だから当たり前じゃないですかすごいね、必ず着地点バッチだね火でここまでだからね、性の話ができるのはだからね、火を性につなげる人も日本では多分徳さんだけですよいや、つなげたんじゃなくて類推した限りそうに決まってるじゃないですか、まあまあまあね、うん、僕だ、皆さん夜自分たちがお猿さんだった頃にどんなってやります、火たいてやるじゃないですか、うん、危ないですよね、火たかずにやってたらさあみっちゃん、その5次元的にちょっと考察をお願いします、何か今何か今なんか思ったこと言って、じゃあ思ってないです、今振らないでください、今フリーズしてますから火と場を火と場を火と場を本当に、いやいい、でもいい話だね、でもなんかいい類推というかね、いや本当なんです、本当なんだ、本当なんですね、どう考えてもそうですよね、
火をたかずにやります。うん、なるほど。危ない危ない。もう真っ暗闇でやるのは多分敵にやられるのって、水飲んでる時か、うん、やってる時か、ご飯食べてる時か、うんこしてる時かしか決まってないですよ。だよね、この4つだね。大体7人の侍とか見てたら、うんこしてる時やらこうブスって刺されたりね。うん、大体あの敵がやられるのって、やってる時に後ろからブスッとか刺されたりとか。 ある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 、ね。要はご飯食べてるとき、水飲んでるとき、うん、入れてるとき、うんうんうん、入れられてるとき、危ない、全部危ない。後半大体一緒だけどね、そっちも入れるも入れるも、うん、そうそうそう、まあ表と裏で言ってみようか。表と裏で大事なことは繰り返して言わない、まあ、そうね、今まさに陰と陽ですね、入れる方と入れられる方っていうね、うんうん、そうですよ、そうですよ。いやー、開始24分、すごいね、もう100メートル走をまだ終わらんばっていうぐらいの飛ばし方、ね、ちょっとペースダウンしましょうか、徳井さん。ちょっと深呼吸しときます。深呼吸しましょうね。呼吸は大事なんで。お、じゃあそろそろ CM、 じゃあ CM、 じゃあ中村さんから CM ちょっとなんか言ってください。あ、じゃあ CM 行きましょう。はい。2週間やつなかったから、前回喋ってないからね、大阪からだったからね、3週間分、3週間分溜まってる。だけど僕今日からこっちで、あの、自分の始めるんですよ、セミナー。何をですか？セミナーを。あ、セミナー、はい、3時から、うん、だからこれ終わったら1時間で飯食って全部準備してこないといけないで、バーって。そうそうそう。で、昨日も夜の3時ぐらい、4時ぐらいまで準備してたから、本当に寝て朝7時に僕子供送らないといけないんですよ。2時間寝て7時に行って、昨日で全部やってる。昼いるかなと思って来たら、いなかったですね。行ったり来たりしてましたね。もうクジラは出すわ、あのね、上原さんのクジラは出すわ、あのもう3台ぐらい車直しながら、もうすごい自分でバッジャック、それでやってるの。友達とかがみんなと一緒にやってるんですけど、ジャック・バウアーかなみたいな。はい、じゃあ上原さん大阪行ってきたみたいですよ。お、いつ？最近、うん、年末から。いや、これはあれ、完全にプライベートですか、仕事ですか？プライベートです。あれ、上原さんって大阪に住んでるんじゃないですか？そうそうそう、もともと大阪です。あ、じゃあ、もともと沖縄で、沖縄で大阪に住んでる、あの、宿があるんです。お、女がいるってこと？はい、女、あ、違う違う違う、そうなんだ、家があるってことです。家があるってことです。家と女がいます。今インゴで行ったのかな、インゴでね。あ、そうなんだ、すごいな、公表したよ。しかね、見てないから、大阪の家と女がね、あればっかりだったから。奥さんが大阪の人なんですよ。ああ、はいはいはい。今日来るんですけどね。え、ラジオに？もう、いやいやいや、もう今飛行機乗ってます、多分。ああ、その来るですね。はい、あれ、もし大阪弁で奥さんこれ聞きます？ラジオ。別に、あの、聞かれても何の問題もない。あ、大丈夫です、はい。もしやろうとして拒否するとき、なんでやねんとかやられるんです。そういうのはない。ないんじゃないですか。拒否するときの言葉ですね。拒否するときはどういう、なんでやねんって基本的に突っ込むときの言葉だから。あ、そうそう。じゃあ入れんねん、やられたときに。なんでやねんって。ないですね。おかしいでしょ。おかしいよ。入れるのになんでやねん。突っ込みだけど、その突っ込みじゃないからね。突っ込むは突っ込むだけど。そうそうそう。突っ込み違い。今軽く、さっきエンジンかかってきたらノックしてあげた。ちょっと温まってきたからね。温まってきてる。温まってきてます。温まってきてます。やっぱ喋る前に食べたらダメですね。そう早く着いたから下でそば食べて。わかるわかる。だって最初来た時からゆくってるから。うん、なんかちょっと、もうちょっと重たいよって感じですよね。早くから。こっちはもう計量、さっき計量終わってきたから。だから、ね、行くみたいな。終わって出てきた万全みたいな。あの、ラジオ、どこのラジオなんですか？みっちゃんの。ここのラジオっていうの、ここです、ここ。え、ここの土曜日。え、本当に？明日ですね。何時だった？12時から1時です。12時、1時。え、夜中の？ですよ。だから、また言ってる。同じ話繰り返す。夜中だったらこう、火炊いて。火炊いたらやりたくなるんですよ。あ、これ本能なんですよね、これね。本能なんです。そう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 。でもこう、クラブ化したらいいんじゃないですか。なんでよや。ところどころ火炊いてから。山内さんは人道や。そう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 。え、土曜日の12時から1時？はい、え、誰と出るんですか？北西さんという人なんですけど、北西 畑を手伝ってる人ですね。あ、もしかして、あ、はい、あの瞑想の、あ、そうそうそう、はいはい、これ乱入とかしていいんですか？後々乱入してください。後々、あ、ただ僕はいないですよ、ちなみに。え、明日はいないって。明日はいる。明日初っ端だからいるんだけど、この
明日お客さんが内地から来るの忘れてて重なってるんですよ、この迎えに行く時間と。ブッキングしてるんですか。でもこの迎えに行ったお客さんを直接ゲストに連れてくるっていう。あいい、ね、あまあまあ 3P ですね。 3P です 3P、 まあまあ作らないで要は 3P ですねって。要はになってないわ。バッティングしてたから男2人バッティングしたら分かる。用事が 3P かみたいな。要はになってないからね。そうそうそう。だからパーソナリティはその北西さんっていう人ですよ。ああ、そうなんですか。北西さんメインに置いて その人を送り込んでるんです、僕はここに。あ、なんでかっていうと、その北西さんの番組にこれあの T2000 ですか。 T2000 ですか。 T2 ですか。 T2 ですか。待って待って、それは解説お願いします。あのごめん、自分もターミネーターのターミネーターの型式番号ですよ。古い方の旧型のターミネーターの。いや、それは分かりますけど、突然なぜ出たのかっていうところが、ね、さっきあのここのラジオ局に突っ込んだっていうから、あの言ってたじゃないですかね、さっきね。話が送り込んだって送り込んだって送り込んだのを旧式か新型かっていう。だから送り込んだのはもしかして未来から連れてきた人。ああ、そういう意味ね。五次元から連れてきたあの何かあのね、ああ、五次元から、メタ旧型ですね。旧型ですか。旧型です、はい。旧型も失礼だな。レベル高いラジオだから T2000 T せめて。じゃあ T2 の方だったんですよ。 T2 が旧型なんですか。 T2 が旧型ですよ。あの新型は溶けたりするじゃないですか。形状記憶合金だから。あれ T2000、 あれが T2000 ですよ。 T2000 ね。うん、T2000 になったら T が2000ですよ。T2000 僕のは T2 旧型なんですか。 T2 僕は T2 ですよ。これは今のは面白いです。これ伝わったら旧型 T2 伝わったら超面白いね。T4 でしょ。 T4 もあるんですか。ほら、だからもう今のは来たね。 T4T3 の殺人に T3 飛ばしてT3 飛ばして T4 いきなり、いきなり。じゃあもう破壊、今もうダブルでやるからさ。あのね、伝えるために T4 って言ったのと4本っていうのは自分狙ってなかったけど、神谷さんは1本よ。このラジオ、あ、今日は復習して聞かないと分からんぞ。これ分からないんだったら子供だよ。お子ちゃんだよ、お子ちゃん。半蔵、今のやり取り伝わった。いや、分かります。分かった。最初からの流れですよね。ってのそう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 。分かるんだ。え、ごめん、あの、T.O. って言って分かる？だいたいなんとなく、いや、ティーガンマリーさ、ティーガンマリー。なんとなく分かる？ティーガンマリー。でも、とりあえず一応な話の流れは分かりますよ。はい、T4 って言ったよ、ピンポイントで T4? あ、分かんない。T4 は宝って、何か意味してる方が分かる。宝って感じ、宝。あ、前言ってたやつか。うん、あ、分かりました。宝は宝。分かりました。宝、あ、分かりました。宝の味ね。分かりました。はい、うん、宝の味を。あの、歌丸さん、ほーみーって言うさ、私の。俺のこのラジオ。一応、クレーム出るまで続けます。いいのね、これ。だけど T4 って言うからだよね。もうかなりギリギリ入ったよね。今のストライクゾーン内角低めにバシッと入ってね。T4 うまい声に重ねましたね。 T1、T2 で T3 飛ばして、じゃあ T2000 ってどんなね。だからよ。T2000 って溶けてるわけ、女が溶けるわけ。ビュ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 。まあだからね、もう完璧なオーガズムというかね、感能ですよね。感能、とろけるというか雪印ね。雪印これ何のラジオか分からなくなってきた。うーん、明るい性教育、あ、これ明るい性教育なんですよ、これ。明るい性教育。あの一応なんかあるじゃないですか、コンセプトっていうか、なんかラジオコンセプトないですよ。ない。ただ今ここうがなびらは本当にいい言葉で、これ何回も説明しますけど、今ここうがなびらは今ここね、ここで、うがなびらは祈る、感謝するっていうので、今ここに存在することに感謝してます。今あることに感謝しますが、今ここうがなびらなんですね。すごいですよこれね。でしょ、うがむです。うがむです。そう、うがむの、うがむ、うがめ詰まるとこ、祈り、感謝、手を合わせて祈るです。そう、その祈るイメージは、あの祈ってへへって感じじゃなくて、神様に感謝して踊ってこんな感じみたいな感じ。そうそうそう、手を向けるのがなんかいいみたいですね。手踊りってとってもこう、そんな感じですね。だ5次元ですよ。真面目な。そう、あのタイトルは真面目、ね、中身がいい話。いい話。中身は宝の味。
宝の味、うん、宝の味だから、うん、こう、はい、そうもうなんかねもう好きだからホースホースホースちょっと一応女性いますんでちょっと少しここまでの感想聞いていいですか。中村さんはオーガニックだからオーガニックだから中村さんどうですかこの実際中で入ってさ実際本当に本当に言うじゃないですか。中村さんあれで僕が小学校の時からいろいろ口裂け女ですよ。どういうことどういうこと口裂けあマスクしてやってからもうじゃあ中村さんちょっと少しここまでのちょっとどうしよう困ったな。でもねでもいつもこんなだよ。そうですね たまたまじゃないからね毎回だからね毎回一応聞いてます。あ本当ですか。ユーストリーム上がってきたやつゴヤさんがいつもいいね押したら上がってくるんですよ、うんうん、あゴヤさんどやがどやがどやどやどや突然感情的になったね反応してしまうイライラのスイッチが入ってしまうイライラのスイッチイライラのスイッチすごいあイライラのドヤさんイライラのスイッチなんだ D チョッケルドヤさん聞いてるはずよ聞いてるよあいつアホだからもう多分そこに来てますよもう来てる来てるかもしれないアホだからアホだからって何ですか。ああ、なんかツイキャスの人が T4 の意味が分からなかったので、ああだからどうしようかなこれ。T はほ、T は手ですって。いや多分内地の方なので、内地の人に伝わるように T4。まあだから要はペッティングですよね。伝わるようにっていいんですかそれを。前儀。前儀ですね。前儀。手で前儀するのって。要はあれですよ。例えばバーで飲んでる時に女のバーテンダーが、うんうんうん、どうしますって言ったら。うん、男の人が2フィンガーってこんな感じ難しい全然伝わらない難しいだからねあそこに手を入れることです正直者手をただだから手じゃないごめん手は入らない手は入らないね手は入らない手帳はもうねもう手入れた時点でもう手入れたらそうそうそうなんかちょっと海外のビデオになる。そうですね。海外のビデオあるよね。どこまで入るかみたいなね。もう我が一生に悔いなし。そう。今日伝わったかな。T4 は、指です。指をあそこにです。これが本当の T アンダーね。T アンダー、うん、そうそう。だからうちなまあうちなぐじですからね。うん手遊びというかね手遊びしていいか分からんけどあご飯食べてないし寝不足だから辛いな今からそば食べないとだからねエネルギー徳地さん補給しましょうね終わった後ね3時に始まるからその前にはスタンバイしてもう見てもう何ですかなんか出てますよ何もうちょっと行って半蔵行ってツイキャスなんか来てるみたいなのでクレーム大丈夫です嘘クレームなのごめんなさい違います悪うございましたやばいみっちゃんのみっちゃんの今のままめっちゃもろかったねクレームみたいななんかその意味、うん、T4 の意味が分かったから、うん、今ジュース飲んで吹いちゃってこれ どこの人から来てるか分かるの福岡ってあ福岡出てるんだもんそうそうそうすごいよ逆に福岡弁でなんていうのかねああ、ベベじゃない、ボボは熊本だ熊本ですね大阪とかだったらさ、テメコって言うねああ、そうね、テメコってねあとおめ大丈夫な沖縄だからいいな あ、ごめん、北海道ってよ北海道だったらプッシーって言うんじゃないですか英語やし USA ですよね英語やしあ、ちょっと待って、でもすごくないですか北海道の人が今ここ岡なびら聞いてるんですよいやでもうちなに沖縄にいるかも分からないんじゃないあそうかそうか生で聞けるの一応生で聞きますよじゃあ基本生はダメ生ダメ生はダメ帽子からダメか、ね、生は妊娠するから あの生で聞かないで生はダメすげえラジオだよね生はダメですよ何さんこのツイキャスの人何さん
今ここうがなびらの今が生馬うがなびらみたいな、ねえねえねえ生馬うがなびら茶の間屋さん、そうそう沖縄の女の人いいとこさんと生って言うからマイキさん生と生トクさんマイキさんっていう方が北海道から聞いてるみたいです。マイキさんどうもありがとうございます。はい、北海道から見てますって。北海道からすげー見えるんですね。昼ドラよりドロ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 なもういいとこ上原さんドラフマってめっちゃおもろいでし北海道なんか北海道って言った時点でなんかバターが10みたいなねあそこからもう T4 の違いがありますね。 T4 がバターがジュージューする感じね。19歳、やばいやばいぞ。まだ処女かもしれないです。どうもすいませんでした。本当に申し訳ないです。どうもすいませんでした。卑猥な性教育を。やばい。真っ昼間からなんか勝手に、ね、ごめんなさい10代って思ってないからね。19歳の待ってこれ聞くときにあなたは20歳ですかってイエスノーやろうよ聞くときに。はい、じゃあ徳さん下ネタは18から一応 OK ですよ。18でいやウケるやつさ、よう行き着いたねこっちまで。 ねなんでこんなところなんでここなんこれ見つけたの。なんで見つけたの、ね、笑いが止まらないって笑ってくれるんだね大阪の。誰かロマンティック止めてロマンティック胸が早く誰か止めてそれかあそこそれか今この歌にオチがあるかと思って見た。そうこれはロマンティックが止まらないってことですよ。そうきたか、うん、これ歌詞がわからないか。あれ知事さんも知らなかった今。いや知ってるけどなんか俺もエさんとしてオチがあると思ってるから止め待ちだったわけね。これロマンティックが止まらないだろうみたいなね、うん、ロマンティックは止まるだろうみたいなね。まあ、この辺は後で反省会で反省会でやっぱりたまにね当たらない時があるから、ね、そう、まあ、ハマる時またはね。ハマる時はハマるから。これ一応ねまだ徳志さんと二人でやってる時に、うん、もうねまだ始まる前に爆弾3発ぐらい落としたことがあってからね、うんうん、もう死になんでこれ本番中じゃなかったのみたいな。もったいないハマりがあるわけ。そう始まる前にちょっとこっちアイドリングのつもりが。だから打ち合わせしないでよこうって。しない方がいいよね。しない方がいい。あ、沖縄の試合に教えてもらったって。あ、なるほどね。みんな教えてこれ沖縄の試合誰かな、ドヤかな。ドヤじゃない、ドヤじゃない。ドヤが19歳だよ。だけどドヤがあんな北海道に知り合いなきゃいないよね。だってドヤ糸満中だよ。名前出してよ、ごめんね。ほんと結構遠いね。遠いね。最南端だよ。最南端だからね。糸満、まあ、そうだね、すごいな。沖縄の誰よって話よね。なんかこれ面白いよって言ったのかな。北海道行きたいな。行きたい。あ、徳さん、この線路の向こうには何があるの。こんだけです。落ちたから歌いたかった。これ止めなくてもよかったんじゃない、これ。トンネルを抜けるとそこはみたいな。なるほど。うん、あ、徳さん、うん、ちょっともう沖縄の人、はい、北海道行ったらめっちゃモテるって。え、なんで？で、これちょっといや、場所によるあ北海道のその要は遊技場行くじゃないですか、遊び場。鈴木の？鈴木のとか沖縄の人だったらなんかめっちゃサービスするらしいんですよ。え、なんで？でも分かる。なんで？なんか普通の人来るよりお客さん、そういうお店でね、うん、お客さんが沖縄にちゃったらめっちゃサービスするって。え、なんで？分かんない。なんかモテるみたいだから。昔松山でに通ってた時に、昔ってほんと10代ぐらいの時かな、うん、飲み屋にキャバ嬢に北海道のゆりちゃんっていうのがいたんですよ。これ本名でね、うんうん、デージ綺麗だったんですよ、うん、北海道から沖縄に来てるって沖縄の人大好きみたいな。牛乳が出るの？北海道牛乳出たかもしれないけど自分は絞ってないから。そこまでは絞ってない、うん、でこの子が何なんです。デージ綺麗で沖縄の人デージ好きで、うん、北海道の人沖縄の人好きって言ってた。えそれはだけど松山で働いてるから営業遠くだったんじゃない。いや、これどこだ本当に。これはね、いろんなところから聞くからちょっと結構信憑性あるし。でもさ、北海道の人だけじゃないと思いますよ。多分日本中の人沖縄の人好きでしょ。じゃあだからこの自分のこの友達にたかしってのがいてから北海道に毎年行くわけさ、うん、なんでかっていうとやっぱサービスがやばいってもう忘れられないから毎年行くってなんかお店変えても、ま、待ってください。サービスがやばいって、ま、待ってください。すすぎに通ってるってことか。そう、ま、待ってください。なんかそういうサービスって好き嫌いでサービスの度合いが上がるんですか。
やっぱ気持ちなんかそういうのはあると思うんですよ。やっぱ上がりますよ。本当にあるある。だってなんかもう本当にフィーリングがあったらすごいサービスしてくれます。T5? それ以上以上それ以上T2000 ぐらい T2000? 徳さんちょっとあの彼女がすごいこと言ってる。これが沖縄のラジオのスタンダードですかって、うん、標準並んだほら、ね、これスタンダードはるかにはみ出してるよこれ。いやいやだってこれスタンダードでしょ。だってミキトリーとかもなんか卑猥さデイジー。あ、そうなの。ちょっとあんまあれだけど、そうなんだ。結構なんか言葉も悪いしね、いろんなこと分からない。ラジオ聞かないから分からないですよ。うちあのずっとラジオついてるから。あーそうか、つけっぱなしね。あーそうか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 。あーそうかそうか。あ、じゃあこれ結構じゃスタンダードこれ OK なんだ。あれ今のコメントはゴヤッチさん。そうそうそう。何ドヤが来た。やっぱり来てたんだよ。やっぱりいやゴヤですって。ドヤドヤが来ました。ドヤがドヤがコメント入れてきました。え、ドヤってどっちのドヤですか。あ、これゾンビか。あ、こっちの声だ。ごめん。あ、ドヤっちだ、ゴヤっち。あのドヤさんじゃなくてゾンビ、ゾンビだ、ゾンビ。ゾンビの方が入ってきたんですね。イライラしない方のドヤさん。そう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 。イライラしない方のドヤさんもいるんだ。男の方ですね。男の方のゴヤさんね。あのみっちゃんのことみっちゃんじゃなくて女の子と間違えるね。なんかなんて呼び方がありましたよね。そういえばみっちゃんじゃなくてミスターみっちゃんじゃなくて、あ、ミスターってつけるんですね。ミスターミスターみっちゃん、ミスターみっちゃん、いいですよ。いやなんか一応年上だからみっちゃんって呼んでいいですかって聞いてないけど、みんながみっちゃんって言うからいいかなみたいな。みんなでもみっちゃんって言うね。僕が年上なの。そうですよ。あら一つ年上だよね。徳さんここの中で一番年上今。徳さんじゃないの。あ、じゃあ違うね。なんで一個上じゃなかったです。みっちゃん二つ上だはず。二つ上。徳さんあの昭和47でした。44。ああそうですね。42です。42年。で二つか。二つです。じゃあ、ね、僕あれ、ね、何年ですか。僕猫年。猫年。猫。なんで変な嘘つくの。この後みっちゃんよ。困らんに。猫年って言われた。出なかった今猫の対抗しようとしたけど。いや結構早いですよ。ね。ああ面白いな。すごい。なんかちょっと今年今広告があればやっぱ予定通り爆発するんじゃないですか。北海道からも来るくらいですよ。徳さん。ああ嬉しいですね。しかももう笑いが止まらないってよ。カニ送って。いいね。一応これマジで届いた。しかもけどね。ごめんごめん。19歳はやらないでいいですよ。うん、すげえ。親に送らして。また未成年だから。未成年だから。すげえ。またなんかなんつうの、やっぱこの生のやり取り面白いですね。ああいいですね。うん。なんか生きてるって感じですね。まあね、まあね。生きてないって感じなことやるんですか。なんか徳志さんなんか真面目になってるけど。生きてるって感じ。うん、生まれてきてよかった。いや一応ねもう今年一発目なんでね。うん、じゃあ一応まあ今ここぐらいのボスだけちょっとみんな回したらボスのちょっと抱負ちょっと教えてくださいよ。ボスなんですか。どこだ。でも今ここぐらいのね、ね筆頭かしらですよ。こんな真面目に振られるとできないんですよね。いやたまには真面目に。真面目に皆さんやりたいことをやってますか。これだけですよ。うん、ね。やりたいことはやりましょう、うん、これだけです。素晴らしい。さすが今年の抱負。さすが、ね、真面目に、ね、聞こえるんだけどなんか映像が違う映像が出てくる。気のせいですかね。これ気のせい、気のせいです。洗脳されてます。洗脳されてますかね。洗脳されてます。もうその映像しか出ないんですけど、やりたいことブーン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 、はい、やりたいことやってますかみたいな。ブンブンブンって今一応蜂が飛ぶの歌ですよね。違います。ブンブンブン、ワッチュワッチュなロンデンデビリロライテブルペレッドライウォーウォーウォーブンブン。わかんないですか。わかんない。でもいいんだ。今適当英語です。もう有名ですよね。有名ですよねこれね。いや自分どう考えてもブンブンブン蜂が飛ぶ。へい。お池の周りに指2本入れたよ。ブンブンブン。蜂が飛ぶ。ブンブンみたいな。ね。もう今日はあれだね。もう T 祭りですね。T 祭り。しかも、戸口はね、T の、T 口の T ですかね。T 口でいいですよ。T 口。T 口。T 口。すごい、T 口とかやばいね。T 口ってやばいさ。T 口。T 口。徳内さんをイニシャルトークで言ったら T 口。やばいですね。だけどもう今多分中村さんも濡れてる。もうこれだけで濡れるか。ほらこれで濡れたらアホじゃん。土砂降り。しかも土砂降り。しかも土砂降り。ドブが溢れてる。台風の時のドブみたいな感じ。あーすげえなー、うん、大潮。
大塩、大塩満潮、満潮。いやもうちゃんとちょっとあのフォローしてちょっとコメントどんどん読んであげて。はい、カニは T2 って来てます。カニは T2 何どういうこと。カニは T2 指2本ってことじゃないところだけやばい、すごい、すごいすごい、やばい、もうすごい、すでにもう T4 マスターした証拠だね。マスターですね。やばい、カニ T2 やべえ、天才絵師、天才だ、19歳天才ですね。私はほう私はほうかも、この人。私はほう、いや、みっちゃんに謝れいや、そんな本出してもいいと思う私はほう、私はほう宝でしょ、宝宝私はほう、ほうほうほう、絶対だけど、みっちゃんの本ね、本当に今度英語版もだからね、アイアムブッシーアイアムブッシー違う違う、まあ、それには王という意味はないないですか、ないですか。あの自分、あのみっちゃん今8回目読んでますよ。8回目、もう読みすぎてもうボロボロなってるもん、ね、もう線もチャー引きしてるから。あの本当に私は王ね、てます。今最近もう結構また書店にまた行きましたよね。行きます、行きます。あのぜひ、宮脇書店に大体あるみたいなので、ぜひ。あ、宣伝していいですか。宣伝してください。実はですね、この 本屋で出してるんですけど、3ヶ月で契約終わったら、うん、終わりだしんですよ、ね。再契約できると思ったんだけど、うん、だその後は自分でもあるんですけどね、この本屋さん直接。あ、契約終わったら。あ、この出版会社が最初の3ヶ月だけフォローするんですね。で、今、なんていうんですか、あ、分かった、それを自分の足で全部やろうとしてるんですか、マラソン。やるんですけどやりますでその間に買ってもらわないと困りますね。じゃあ早めに、どういうことですか。3ヶ月以内に買ってくださいって話じゃないですか。あ、もう1月で終わりだから。もう今月で終わり。終わりですよ。今月いっぱいってこと。本当に。だ、来月からまた僕が今度納品書と本を持って本屋さん回るんですけどね。あ、今本屋さんだけじゃなくてこのショップなんか持ってる人いるじゃないですか、うん、そういったところでも卸してるんですよ。あ、我こそはっていう人いたら連絡ください。これは委託販売とか。委託販売ですね。委託販売やめた方がいいですよ。マジっすか。もうほんと、もうあの委託だけで赤字食らうから、心ある人に10冊ずつ委託金でそのまま買い取りしてもらった方がいいですよ。あ、うん、いや、じゃあ本当にあの、うん、10冊くらい買って10冊配るくらいですよ。本当にいい本なんで、うん、私は王ね。なんであれね、何百円しか儲けないのにその度に届けてたらガソリン代にもならないですよじゃあとりあえず僕も10冊後で買いますよ。 ありがとうございます、うん、あの事務所に置いときます、はい、なんかそういう店舗持ってる人とかはいいですよね。あ、みっちゃん今日持ってるの。持ってますよ。あ、じゃあ俺も5冊くらい買う、はい、ありがとうございます、うん、じゃあそれで宣伝 OK で皆さん買ってください、はいはい、私はおね、これ本当に北海道の人も、北海道とかはアマゾンで買えるようにした方がいいですね、うん、いつか、ね、そうなんですよ。アマゾン、ね、あ、そうそう、みっちゃんがちゃんと載せてね、これちょっと沖縄でしか売ってないんで今のとこね。うん、ネットで個人的に、ね、仕入れた人がちょ、うん、送料込みで売ってはいるけど、うん、100冊ぐらい買ってくれたらいいけどね、うんうん、いや本当にいい本ですよ、うん、もう今8回読んでも表紙だけ見たら結構どうしようって思うけどあの表紙結構やばい、バカ殿系ですねふざけてるのこのお前みたいな、多分それよりバカなんじゃないかなっていうあの本当に表紙見て私は王って、これなんだこの本ってちょっと見かけ最悪だけど中身最高だから、やばい、そう、うん、もうこのギャップ商法ですよ ね、ギャップ商法、ギャップ商法って言うんだよこれ。いやないっすそんなの今つけましたいやそれぐらい本当中身の素晴らしさ もうお墨付きなので、もう見た目うんこなのに食べたらカレーみたいな徳志さん今の伝わらないいや今の絶対伝わる、マジでデージよかった、今の分かった見た目うんこですよあれ、食べたらしーに美味しいスパイシーなカレーですよあれね今のはうまい、うまくないようまくないよ、もう著者に謝れいや最高の褒め言葉だからね、だってほらよくうんこ味のカレーとカレー味のうんこどっちがいいかとか言うじゃないですか。あったあったあった、今その最高峰あ、これ最高峰なんです。そうそう、上原さんこの前ラジオで自分がいないところで必ず儲かるとかこんなクソみたいなって文句言ってたそうでも本人もいや、ほら本人に言ったんですけどってちゃんと言ってたね。そう本人にも言ったんですけどね。そう自分もつけるときにクソ野郎だと思ってこのクソ野郎みたいな。じゃあ上原さん、じゃあ CM 行ってその流れで CM です、一回 CM ですか。 CM だよ、ドピュッやべえ、もうマジ全力疾走やし、ちょっと後半大丈夫今結構ついてきてしまったでしょ。
これからいます？いるいるいる。僕はもう準備に行かないといけないから。そうそう、出るんですか？うん。あ、自分も面白いね。あっち行きます。あ、出るんですか、はい、撮影の。怠慢ですね。怠慢。あ、怠慢なの？じゃあ最初の、うん、ダメですね。やっぱり行かないといけない。もうあの、あっち優先で、はい。今日は行っときます、今日は。いやー、面白いなー。もう俺、あの金曜日の2時3時も俺予定全部組んでるけど、いいの全部俺入れてるよ、もう。あ、次、3時誰か入れ、あ、3時じゃなくて、この前に入れたいですね。うん、12時1時。あ、前にもね。12時1時に入れた方がいいですね、もうここまで来たら。上野さん、一応次のラジオの宣伝もしとこう。タイトルがね、やっぱりね、あれ結構好評よ。タイトル変えたんですよ。なんでよ。違う違う、変えたんじゃなくて、じゃあ聞いて聞いて、デージかっこいいやつだと思って、一応、誰にも言わんでよじゃないですか。その前にアットマークつけたんですよ。あ、アットマークつけて、アット誰にも言わんでようにしたんですよ。うんうん、何かっていうと、おっと誰にも言わんでよみたいな。なるほどなるほど。あ、そのアットマークね。それでアットマークをつけた。誰にも言わんでよ。じゃあじゃあ残ってるわけね。よかったよかった。じゃあじゃあ大丈夫。どんなかな。結構打足っぽいけど。前ちゃんの健康は聞くので、ね。誰にも言わんでよがかったのに。だあ、まだ届けてないから大丈夫ですよ。あ、じゃあ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 、だから違う、だけどどっちが評判いいかは分からないじゃない。一応は自分も徳地さんと同じで誰にも言わんでよはず、うん、もうシンプルだよ。シンプルね。マジで、まあ自分も徳地さんとこっちは同じ評ですね。だからだけど参考意見だから。あ、っていうかそれがタイトルなの。そうそう、誰にも言わんでよが番組だよね。すごくないですかこれ。シンプルの方がいい、そのまま。あ、もう変えない方がいいで、今ここで決定権がなくなって。はい、じゃあ番組でこの後2時から誰にも言わんでよ。もうラジオ番組の名前せっかく買い替えてきたのに却下されて3秒で却下みたいな。何のこだわりもないから。そうそう、なんかちょっと勢いに近いよね。そうそう、ちょっとかっこいいのが降ってきただけで。ああ、もうつけてないこれ僕も。大丈夫、音はもうバッチリっす。え、あ、今休み中なんですか。いやいや、まあ、もう流れてる、もう今2人イヤホンつけてな、このヘッドホンつけて。でも一応全然ね、大丈夫なんですか。メインの人がこれね、何のためにつけるの。実際の声の聞こえ方と通した時の音って、ここのイヤホンが視聴者の聞こえ方なんですよ。だから要はそれは知っておくって意味で。あ、自分が喋る時はね、声入ってるかどうか。そうだそうだ、自分の声の聞く方が分かります、ね、そう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 、うん、もう終わり終わりなの。じゃあはい、今年もよろしく、はい、今ここうがなびらビラ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 ティホー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 ティツーティホー。1時間めっちゃ早、最後56分なんだねやっぱりね。そう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 、これでこれで、あとでもあのユーストはずっと流れてますよ。マジっすか。全部聞かれてますんで。あ、こ声も流れてるの。全部全部全部。最初の10分だけ出ときますか。そうそう、もう ラジオはだからもう、あ、細原さん来ないの今日は。なんかあの3時からのこっちに行くために。一応メインなんだけどね彼女ね。